前回までのデモンズソウルは、おおやだーやだー、おーなんつーマップだよ、頭おかしいって本当に嫌な事件だったね。はい、というわけで今回も月光剣ゲット目指して頑張るぞい。で、視聴者さんに、まあ、ミルドハンマーのありか教えてもらってたんやけど、これなんか、ちゃんと読んでなかったみたいで、上じゃなくて、下を降りてから、若干進んだところらしいです。本当にごめんなさい。寝ながら読んでました。いや、寝ながら読んでたらうざいけど、さすがに。どこ行くんですか、ね、あった。ミルドで区切んねやな。そういや、そうやったな。よし、そんならもうこれ教科書に帰ってもいいんやけど、やっぱりな、今回は、ちゃんとやりたい。今回でこそもう月光剣取って、ね、ボスやって終わりにしたいな。あそこがまあ、奴らのおる島なんやけど、ちょっと、毒になっちゃうけど、遠回りで行くぞ。あんまり遠回りすると、またあいつが出てくるから。誰やったっけ？なんちゃらかんちゃら。あいつ名前ないかな？なんとかさんが出てくるから遠回り、めっちゃガン見してるやんあいつ。でもここの奥から行けば大丈夫だろ。とりあえずこいつやる、おめえらやる、えいえいえい、デカブツくんじゃねえぞあいつ。俺気づいてんだろ絶対によ。だあれ、えいえいえい、おい今回こそは行かしてもらうから、ルートはちゃんと覚えてんだよ。ルートと敵の配置ぐらい覚えてんだよ。ちゃんとな。とにかくあいつにさえ蹴取られんかったらいける。めっちゃ見てるやん。登った瞬間ってことないよな。バカたれい！そう何度も同じ手を食らうがよ、こいつどこまでついてくる。オッケー、もう、恐怖でしかねえんだけど。あかん、前回の焼き回しになっとる。どこまで来んのあなた。落ちろ、落ちたか。よーし、もう OK、 よし、焦ったー、おめえかよ、弱い方じゃん。待て、あー、完全なる前回の再演やないかお前、完全なるお前前回の再演やないかお前。いや、バレてんじゃん、めっちゃ見てんじゃん、こっち。めっちゃ見んじゃん。さすがになんか恋が始まるんかなってぐらい見るかな。恋するな、俺に恋するな。いくら俺が可愛いからっつったお前、恋するな、俺に。所詮、ビーバーとゴブリンの恋は許されん恋やねん。分かってくれ。分かってくれ、ハニー。ビーバーである俺とゴブリンであるお前は付き合うことはできへんねん。分かってくれ。これは叶わん恋やねん。まだ来とんな。聞こえるぞ。お前そんなに俺のこと、そんなに俺のことを思ってくれてんのか。そんなに俺のこと、どけ、どいてくれ。そんなバカな。いやでも月光剣ぐらいまではいけるはずやねん。何の根拠もない自信やけど、いけると思うねん。どうする、もうアンゲスをぶっ込むか。なんかもうここだけでも回復アイテム全部使い尽くし、なんか詰まったぞ。
姿なきおどんやめろ急に。いやもうダメだって本当に、もうダメだって、もう人に戻れんくなる。もうこれ以上俺ここのステージこんな何回も死んでたらさ、もうほんまに人間に戻れんくなるからやめてほしい。えいえいえい、お疲れ。大丈夫、バレてない、バレてねえぞ今回は。ここさえ突っ切れらというか、ここさえね、こちらに感知されずにいければもう怖いもんはね、あとはかっこ撃破であそこを渡っていくだけ、それだけのゲームだから。はせるんじゃねえぞ。よしよしよし、じゃあな、じゃあな幸子、俺は行くぜ。やはりビーバーとお前らは分かり合えねえんだ。儚い瞳使っとく。もうこんなチャンスそうねえかんな、使うしかねえ。かっこ撃破、かっこ撃破、撃破って言いにくいから。よいしょ、よし、ワンパン、かっこ撃破で攻めていく、かっこ撃破で攻めていく。お疲れ。ドラゴンロンソの方がいいまであんな。いや多分ドラゴンロンソの方がいいと思うんやけど。あー魔術師でやりゃよかったな。かっこ撃破、撃破って言いにくい本当に。これつかみ、つかみ、ダクソの蚊がどんだけ優しかったか、ダクソの蚊どんだけ優しかった。吸うな俺の血を。プーンじゃないのお前、プーンっていう見た目じゃないのお前、プーンじゃないんだろお前。なんかヘリコプターぐらいの音出してもいいよ、そんなにお前謙虚に並んでいいよ。これ血吸われたら何がどうなんのやったっけな、疫病属性になるみたいな。まあ降りてこい、降りてこい、やんちゃがすぎんぞお前。こいつちょっと戻るか。位置が高えじゃねえかお前、お前図が高いぞ、か図が高えんじゃ。よし、さあついにここまで来た、さあついにここまで来たぞみんな。俺もここで死んだらもう引退するわ、デモンズ引退するわ。よしよし、焦って落ちたくない。押すな押すな、走るな、喋るな、お箸、避難訓練の鉄則じゃろうが。なんか投げるか、投げるもんないか、投げるもん、クナイあったやろ、クナイ。まだ回復の魔法もあるからな。白くべたつく何かじゃない、あでも白くべたつく何かで威力を底上げしてからの機能全然あるやな。白くべたつかせてトゥオーン、行ってこい、くない、どこらすか。じゃあ見せてもらおうか、白くべたつく何かの実力ってめっちゃ強いですやん、めっちゃ強いですやん。そうだった、こっから来るんだったね、あなた2匹こんがった、そうだな、やめろやめろ。まだ死んでねえぞ、もう死んだようなもんやけどまだ死んでないぞ。生きてりゃ希望はある、生きてりゃ希望はある、信じろ、
信じろよ。いや無理だな。どう考えてもこれ無理だな。無理があるわ。月光剣はもうとりあえず置いとこう。とりあえず置いとこう。とりあえず置いといて、もう今回は外側を開ける。俺は外側を開けるぞ。ジョジョ。俺アンゲストを使うぞ。お前さ、ダクソノカどんだけ優しいか見せてやりたいよ。ダクソノカにお前たちのこの悪行をな。なんて言うと思う、あいつら。なんて言うと思う。カーでも引くぞ、お前。お前よ、お前よ。俺はもうアンゲストの全てを使ってでも俺は生き延びっかんな。やらせねえぞ絶対に。もう今回死んだらもう終わるから。人間じゃなくなる。人間じゃなくなんねん。ブブブブじゃないよお前。こっちがブブブ言いたいわ。待てよ、焦んじゃねえぞ。満月とこれは取っとこう。取っとくことにして、香料、香料ぶっ込む。で、白くベタつく何かで強化すれば、あのデカブツも多分いけると思うけど、あいつらあの縦の上からやってくるってのがやべえから、それだけやな。延長。からの、くない。来い。来い来い。だからおかしいって。盾持ってる人のあれをするな。お前は天国行ったこと、てかさ、白くベタつく何かこれ無駄になっちゃってるじゃん。ダメだって。あが人間じゃなくなる。人でいらおらしてくれ。やっぱ頭おかしいわ。いや、やっぱおかしい。なんかおかしいぞ、ここ。なんかおかしいぞ。おい。なんかおかしいぞ。なんかおかしいって。いや、もう無理か。ちょっと無理があるわ。そう。なんかもう今回俺死んだだけやけどさ。死んだだけやけど、もうここまでさせてくれ、今回は。今回俺ただ死に散らかしただけやけど、もう今回もうここまでさせてほしい、本当に。もう勘弁してください。勘弁してください。これ以上やったら本当に僕はこれ以上やったら人間じゃなくなります。